ッドライブ3日目楽しんでますか？今からやる曲なんですけど、ゆずきが新しくジャズマスター買ったらしいんで、ジャズマスターって曲なんですけど、やりたいなって。やりました。先週とか颯さんとかもなんか思いつきでギター買ってて、すごいそんな行動力ないけどギター欲しいなってすごい思いました。PRS かレスポールが欲しいなと思ってて。買うってこと？今日勝負が変わるってこと？いやシングルは持ってるんで、ハムが欲しいな。あればある。58回まで。はい、出ちゃうんで、テレキャス。一人でしたいなって思ってて。すいません、いきます。Oh, no.
まずはじめ、まあ、3回生が引退ということで、ちょ冷静でいきますよ。引退ということで、まあ、1回生、まあ、そんなボーカルがおらんので、1回生代表としてなんか言わせてもらうんですけど、まあ、1回生は、まあ、2回生とかよりは、全然そんなに3回生と関わりがあるわけじゃないし、その3回生から直接なんか教えてもらうっていう機会も1回生はそんなにないかなって思ってるんですけど、やっぱりこの引退ライブとかライブ通してその3回生の演奏を聴いて、やっぱり3回生から学べることってすごい多いなって思うし、すごいなって思ってて、でそのまあ3回生が引退したら1、2回生が、まあ、中心になって活動してくると思うんですけど、その中でやっぱり僕が結構一番大事だなって思うことは、挑戦するっていうことすごく大事だなって僕すごい思ってて、僕自身もその夏ライブでギターボーカル初めてやりたいって、でそれで立候補して、まあ、やらせてもらって、まあ挑戦することでなんかまあしか見えなかった景色、今こうやってライブに立てていることも多分挑戦自分がしたからだと思うので、まあ今なんかその挑戦したいけど、そのまあ勇気出なくて周りの人が気にしちゃったりとかして、一歩踏み出せない人は挑戦してみると、まあ、意外とうまくいったり、周りになんか味方がいてくれたりとかすると思うので、そんな感じです。2曲なんで聴いててください。3年生1回おめでとうございます。
Woo!